世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが紛争し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。通勤時間帯に能力異方向使用より強盗致傷、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在。そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。デク、別個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、みんながそう思っていたとしても、周りの言うことなんて気にするな。クイッと上見て突き進め。ヴィラン、インサイズを確保。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。大丈夫だ少年、私が来た。この世界では、時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは、僕の運命を変えた。個性が
なくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？5年前、敵の襲撃で負った傷だ。私のヒーローとしての活動限界は今、1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが、相応の現実も見なくてはな、少年。散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、礼と訂正、そして提案をしに来た。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから私は動かされた。トップヒーローの学生時から逸話を残している。
のヒーローになるために。全力でかかってこい。まだ